はい、こんにちは、さかなえです。今日はこの iPhone で文字を打つときに同じ文字をですね連打する方法を話したいと思います。同じ文字をですね連打するというのは、例えばこういうことなんですけども、かかしとかですねバナナとか、数字で言えば1222とか5577、こんなような文字を iPhone で打つということはよくありますよね。その場合に今までどんな方法でやっていたかというと、ちょっとお見せしますね。今までこんな感じでやっていたんですけども、例えばかかしを打ちますよね。かかしと打つと岸になってしまうんですよね。それでですね、どうにやっていたかというと、かを打って少し待ちます。そうするとですね、ここのところがですね、グレーに反転したのが消えるんですね。もう一回やってみますね。消えたらもう一度カウト。それでシを打つ。こんな方法でやっていたんですよね。バナナも同じですよね。バナナとすぐ打つとですね、なを連打するとバニーになっちゃうんですね。ですから、バ、なで少し待ってなを打つ。数字も同じなんですけども、1222の場合ですね、1222と打つと1ドルになってしまうんですね。それでですね、ここにですね、候補で1222がここに来るんで、これを選択していました。次にですね、5577と打つとプラスとこの鍵括弧になってしまうんですね。それでここに5577は出てくるんで、これを選択していたんです。こんな方法でずっとやっていたんです。この前なんかこれって不便だよねって話をね、ちょっとある人とですね話をしたら、これ知らないのっていう形でね言われて教わった方法があるんですけども、それはこういう方法です。例えばかかして打ちますよね。でまずかを打ったらすぐですね、この上の戻るみたいな矢印ですね、これを打つんですね。もう一回やりますよね。か、これ打ってかしと、もう一度やりますね。しと、これを打つことによってですね、こうグレーの反転したものが消えますんで、見てくださいね。これでこれをタップしますと消えますんで、かとしという形でその子は打ってるということを教わりました。バナナやってみますかね。バナナと、7と打たないで、な打ったらこの矢印を押してなと。数字でも一緒なんですけども、1222、1222と。そうするとこれで1222が入ります。5577、5を押してこの矢印。5を押してこの7、7を押してこの矢印。それ7を押すと、こういう形で連打ができるようになります。ただこれもね、非常にその教えていただいてありがたかったんですけども、一つここをタップする手間が増えてしまいますよね。それでですね、ちょっといろいろ調べたらですね、この状態だとあ、い、う、え、おになるわけですね。これってあれですよね、フューチャーフォン、いわゆるガラケーですからね。その文字の打ち方、ここあ、い、う、え、おとか、かき、く、け、こってここに押してましたね。それとこれ一緒なんですね。ですからこの状態ですと、このガラケー的な打ち方もできるし、いわゆるフリックですよね。このか、上に行くとく、横に行くときと、こういう打ち方も両方できるわけですね。それをですね、設定で変えられます。それを設定をですね、変えるとですね、同じ文字が連打できるようになります。その設定の方法というのがですね、設定のですね、この一般ですね、ここにですね、このキーボードというのがあります。これここですね、フリックのみがおそらく皆さんオフになっていると思うんですけども、これをオンにしておきます。そうするとですね、ちょっと今もう一度オフにしてここの状態を言いますけども、オフの状態ですとキーボードのこの ABC、今はひらがな、この ABC を押すと ABC になって、でいわゆるローマ字になって 123、 これを押すと123の数字になりますよね。それがですね、
ここの設定のですね、このフリックのみをオンにしますとですね、どうなるかというと、ここですね、ここは今度 ABC ではなくて IU、 それで ABC に変える場合、ローマ字に変える場合はここの上を押します。数字にする場合はこの数字を押しますという形になります。という状態ですとですね、これ連打ができるようになります。まずカカシをやります。カカシ入りましたね。次バナナ、バナナ入りましたね。次数字で1222、次数字で5577という形で入ります。今までね、この設定は全然知らなくてですね、ずっとですね、少し時間を置いてですね、文字を連打していたんですけども、これ本当に iPhone の基本的な操作ですよね。皆さんおそらくご存知だと思うんですけども、あえてですね、今回動画にしてみました。今日はね、 iPhone 同じ文字をですね、連打する方法をやってみました。またいろんな動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。